郵送林崎重信より長野部落祭を経て現代に至っては中村白道に承継されたものである。中山白道は大正5年5月以降、山川幸政の武装直伝栄新流を正しく伝承していた下村重一の皇帝細川義政の指導が契機となって大きく改元した。流道の戦士より幾分派された流名を整理し武装新伝流として完成した。昭和8年5月6日大日本武徳会演舞大会において武装新伝流抜刀術と交渉して演舞し、以来全国に普及する今日に至っている。第一会場、直進影流演舞会です。
署名礼。ご無沙汰礼。大東流 IP 柔術。大東流 IP 柔術は、清和天皇末尊、新田三郎義光を始祖とし、甲斐武田家に伝承された。徳川家康の孫、幼名幸四郎丸は、武田信玄の娘、武田健勝院に養育され、信玄の旧臣、高遠城主、星名正光の養子となり、星名正幸と改名後、会津藩主となる。正幸は、四代将軍、家綱の補佐役の任、23年、その間、全国御神武芸、御式打ちを制定し、老中、重臣、奥勤め者に指導、格式高い武芸である。この御式打ちは、星名正幸以来、歴代会津藩主が受賞し、明治に至る。大東流中高の祖武田宗覚は大東流柔術を父宗吉より学び、御式打ちを会津藩琴太郎星名近寄りより起用を得得し、明治31年大東流愛媛柔術を大都流 IP 柔術本部長兼総務長になり現在に至っております。